はい、どうも。はい、どうも。ごちそうさまです。カホさんです。あ、これ。みんなちょっと夕飯を食べながら、はい、鍋の音聞こえてるかもしれないけど、うん、ちょっとご飯食べながらでもちょっと、ね、15分程度だけど、うん、食べようかなと思いましたですね。今ちょうどね、バイオハザードなんか動画見てるんだけど、ちょっと話がね、弾んだんだよね。うん、もし〇〇みたいなのちょっと話をしていこうじゃないかな。まあ我々も結構もう、バイオハザードはね、見てシリーズ的にも結構な量出てるけど、まあやってるよね。やってるね。うん、うん、なんかやってる。まあその中で、今ハブさんがさっき言い始めたあの、このキャラクター、うん、また再登場してほしいみたいな。再登場してほしいキャラはいるかと。あの一体どころじゃないんだけど。俺もそうなんだけど。どうする？二人くらいにしとく？いや、一人にしとく？思ったもん全部。思ったもん全部。うん、俺やっぱね、ハコさんから、うん。一番は、うん、ビリー・コーヤ。うん。ゼロの。あれで終わりはちょっとなんかもったいない気がする。うん、もっと出してもいいキャラではあるじゃん。確かにあの一人のキャラとしてはちゃんと濃いんだけど、そうそうそう、その後一応死んだってことにしてくれてるじゃん。うん、でもその後はどうしたんだっていうのもちょっと気になる。気になる。そうで主人公で出なくてもいいから、そうだ、ね、何かしらで出してほしい。気になるけどね、いつまでたっても彼はメモにも出てきてないのか。そうね、もうずっと今どこで何をしてるのか、ましては生きてるかどうかも分かんないというか、うん、確かにビリーはちょっと出てきてほしいな。あとはね、うん、あアウトブレイクのさ、うん、出てきてるさ、名前知ってた、うん、他のアウトブレイク以外でも名前出てる人ってさ、うん、あの記者の女の人だけじゃない？あーセブンでなんかあのメモか何かで新聞とかで出てきたの名前、あのそれを書いた人の名前として出てきてはいるけど、うん、あのアウトブレイクで生き延びた人たちの名前とかさ、確かにデイビッドとかのマーク、うん、とかシンディとか、うん、あのヨーコもいれば、ヨーコジムなんだっけ、あのっていうやつ、運を上げるか下げるかの、うん、あのコインのあれができる。あとケビンかとかもいるけどさ、うん、基本名前出てきてないじゃん。そうね、だからあのあと彼らはちゃんと生きてるのかもどうかも分からないのか。だから確かにこの辺はいい加減、そうそうそう、リマスターもしくはリメイク出してほしい。これ撮ってんのがね21日なんだけど、うん、あのカプコンのカウントダウンが終わってストリートファイターだと分かった、うんうん、ストリートファイターの6っていう、そっちか、6ストリートファイターかとか、今まであいなんで格ゲーあんな遅いのよ、ま、ストリートファイターの5もうぎな何年前であの発売、ストリートファイターだっけな、今日なんか大会あったんだよね、格ゲーの。うん、うん、今日だっけな、21日だったか20日だったか分かんないけど、なんか格ゲーの試合があったみたいで、それに合わせたのかな、あかって思いながら。大会でいうとあのトレンドにあのシーズンの大会が、うん、今日だったらしい。 TS の方、あ TS の方、エンパイアに勝った、エンパイアに勝ったんだ、やばいよ、オーバータイムが4回ぐらい起きてきた。すごかったよ、見たけど。エンパイアエグいね、すごい強いよ、見てると。やっぱプロの人たちの集まりだよ、両方やばいもん。TSM もやばい。で、あの、なんだっけな、声を、その日本人の、解説とか実況とかする人たちの中で、一人だけが TSM で、他があと、なんかもう2つと、あと3人ぐらいがエンパイアだと。唯一その一人だけが、TSM が勝つってことを的中させたの。うーん、感動したね、すごいな。
CG はやっぱ大会で見るっていうか、なんかスポーツとしてすごい面白いよね。ちゃんとプロの人たちに、ね、そう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 、やっぱいいね、あれは面白い、うん、一時期すごいハマってたもんね。ただしょうがない、あのドラ連合がいろいろあった結果、うん、見る気がせたから、まあ、それでね、まあバイオ、バイオ、あのね、最近動画でよく見るバイオハザードの、その、まあ、解説系なんだけど、うん、オペレーションラクーンシティに行ったさ、はいはい、ハンクの手下みたいにいっぱいいたキャラいたじゃん。いたね。あの人らを出してほしいんだよ。はいはいはい。また。そう、特殊部隊としているじゃない、うん、彼らは。特殊部隊でもさ、あれっきりだし、うん、言うてあの話自体が外伝だから。そうね。だから。外伝だからね。あー、おとぎ。もうあの、やけどしなくと。やけどじゃねえよ。ね、うん、そう、外伝だからさ、そうの、うん、全く別の話なんだもん。あのレオンが敵になるやつでしょ。でしかもさ、あれさ、プレステ3で出てさ、うん、今 PSN でしかさ、うん、できないじゃん。そう、ね、俺がさ、苦なんだよ。コードベロニカも合わせて Steam で出してほしい。てかめっちゃ面白いよね。うん、そんな人気出なかったよ。全部やってる。オペレーションラクーンシティに関しては俺もやった。うん、面白かった。ストーリーだけだけど。声優さんも豪華だったし。ね。ただね、操作性は言っちゃいけない。あれはね、6の前に出たやつで6と同じあの操作感だから苦手ない人もいるかもね。うん、俺は結構。でもそれでよくいい感じに改善されて6になったんだ。そうね。まだ操作しやすい。まだ操作しやすい。オペレーションなくして今操作しづらい。めちゃくちゃめんどくさい。なんかこう大変だった。うん。でね、結構ね、動画見てるやつとかにもね、あ、そうなんだと思ってね。うん。あとバイオハザード8さ、8？ あの、うん、バーサスモードがなんかあの追加されたで、うん、結局未だにサービスが再開してないんだけどさ、うん、あれは中止かな。中止かな。まあ再開しても俺はやらないけどさ、バイオハザードで対人戦って一番やりたくないんだよ。わかる。ファイブの時もそうだけど、バーサスモードなんて絶対やらなかった。でね、まあ随時8の DLC、うん、続いてるんだけど、制作で、うん、なんかね、バイオハザードヒストリーっていうのがね、うん、なんか公式であって。明日なんかまた追加されるらしいんだけど、なんか時系列みたいなのがあったりとか、うん、だからそれがもしかしたら今回カプコンのカウントダウンはストリートファイターだとか、バイオはバイオで別でありそうなっちゃう。いや、そのヒストリーがあれなの、そのバイオハザード内のじゃなくてゲームの発売のみたいな感じだったっぽいんだよね。あれはさ、うん、8俺もやったから分かるけどさ、うん、8の最後さ、あのBSA が送ってきた舞台が、うん、あのゾンビだって、うん、あったじゃん。あのネタバレになっちゃった。大丈夫だよ、もう今更もう1年前だぜ。うん、大丈夫だよ。あれの後の話は、あれなのかな、次の9に来るのかな。ダウンロードで来るかなと思ったの。この感じだとダウンロードだと思う。7のダウンロードだと思う。クリス。全部の話がダウンロードも含めて進めてるわけじゃん。うん、ってなるとやっぱり8も8で8内の話で BSA に乗り込んでやるのかな、黒幕をみたいな感じでクリスが行くのかなっていうのをすごい期待してるんだけど、長いんだよな、情報も一切ないで1年以上経ってるね。気になるところだと思う。うん、鍋がうまい。もう気になってるんだよ。まあ長いなと思うけど、でも俺はちょっと思うのは、いつそのセブンやエイトの感じじゃなく、その6とか5方面のゲームを出すのかな、またあのレオンとかクリスとかっていう、そう、またこう元に戻んのかな、ほら、うん、あのセブンのさ主人公のさイーサンね、イーサンがさ、うん、あの爆発でなったじゃない、うん、
なら B さんの物語はそれで終わりで、でもね、もうね、父親の話は終わりってエンディングの最後にあれ文字出てたじゃん、もうすでに。だからもうイーサーの話はないのは確定だと思うんだよ。娘の話になるのかな、娘の DLC で娘になるか、次回作が娘になるのか。だって娘はもう、もうそれこそ次回はもう完全にクーリスになるから、うん、娘だって最強でしょ。まあ血を受け継いじゃってるからね、イーサー、あのミランダの、じゃあの二人のあのセブンの女の子、そう、元凶ね、そう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 、あの女の子、女の子おばさん、そう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 、なんで私のっていう、だから最強じゃん、その二人の娘のわけで、どうで、まあどうだろうね、わかんないけど、監視つけないとダメなレベルの子なんでしょ、その子が、イーサンがでも。イーサンはもう死んでるんだよ、うん、って話になってたじゃん、なってるね、ってことはだよ、あんな爆発で死なないでしょ、うん、今まで爆発以上のことで死にかけてんだよ、心臓もぎ取られても生きてたんだから、絶対死なないと思うし、うん、だけど出てこないんじゃないかなとは思う、次回作の時に娘の話になって、娘の最後の最後の時にイーサンが助けに来るっていう素晴らしいオチ、最高で、イーサンが身代わりになって、その時にやっとイーサンが死ぬみたいな、それでもいいしね、とりあえずね、とりあえず妄想は膨らむ中で本当にいいシナリオだからね、そう、バイオハザード、うん、バイオハザードをね、好きじゃない人は、まあグロいのが苦手とか怖いの苦手とかって人が、うん、人からするとちょっと苦手かもしれないけど、それ以外の人だったらね、ほぼみんな好きなんじゃないかなと思う、話はちゃんとしてるしね、うん、とりあえず 1,2,3 は固定画面で、で 4,5,6 は3人称視点で、そして 7,8,9 は確定で FPS じゃん、うん、さあ10思うけど出すんだろうか、まず、いや出してほしいね、でもね、レオンがね、もう一切出なくなってるから今、うん、もうどちらかというと映画方面に入っちゃってるからさ、ね、6以降だもんね、そう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 、だってだほぼだって今までのさ、キャラクターで出てるのってクリスだけじゃね、まあそうだね、ワンのメインでもあるから、うん、だからこれで一番気になるのはね、ジルどうしたの、そうジルとかはどうしたんだいって、ジルクレア出なさすぎだよ、クレアは急にサブ扱いになってるからね、うん、これ辺もちょっと気になるところで、まあ、ということで今回の話的にはですね、はい、そのバイオハザードヒストリーでなんか急にそのバイオハザードのホームページがですね、なんかどんどんヒストリーを出してくる、もしかしたらこのもう4月なんだけどと、うん、その時にはもう随分と話が出てるのかもしれない、バイオハザード4のリメイクだったり、もしかしたらアウトブレイクだったり、そこら辺も含めてちょっとバイオハザードに期待と、期待だよ、で4は決まってるんだっけ、4はねリメイクもうね、そう決まってしまってる、だから声優さんがやらかしてたから、声優さんが言っちゃったん、ウェスカーの英語の声優さんがツイッターかなんかで言っちゃったらしい、あらそれが拡散されちゃって、やべえ確定ですってでもそれだけだよね、うん、とりあえずそれを得られただけでよっしゃなんだけど、でもまだ全然情報は来てないから、でもなんで4でウェスカーの先生いるいる、あ、いるよ、4か、4はエイダの、そうか、エイダの時がいる、エイダ、そっか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 、いや印象薄いんだよ4の時の、まあ、ほぼ通信側にしかいないから、うん、だからちょっと気になるところだけど、そうだね、あのバイオ4が RE エンジンと思うとめっちゃ怖いよ、それこそ、はい、それこそさっき見たプルプル、うんうん、あの息遣いの強いプルプル、そう、あいつが RE だったらもう俺多分できないかもしれない、あとね早くね、あのオキラス版のバイオ4でマーセを出してほしい、マーセね、普通のマーセより楽な気もするけど、楽だと思うよ、すごい楽だと思う、うん、ただあれを真ん前にあの暴れん坊チェーンソーと戦うのは怖いところもあるし、怖いね、あるし、うん、耳とか使えるかもしれない、確かにあいつを使えるんだ、あいつ使いたいんだけど、シャーどうなるんだろう、気になるところで、ということで、はい、今回のライブは15分ぐらいですから、ちょっと飯をね、食ってる最中に始めたので、今回はここまでにして、はい、また次回別の形でのラジオになります。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと
Justin。